今年2月5日、ガゼットは10周年に向けて動き出していた。記念日の3月10日に幕張メッセでのライブが決定。この日は10周年を記念して制作されるパンフレットの写真撮影。ライブタイトルはディケイド。パンフレットでは5人それぞれが自らを表現する。デプスって言って意味的には深層とかそういう深いっていう意味なんですけど、もっとこの先こうどん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 こう深いところに行くじゃないですか、年々年々っていうイメージで、最初ディケイドじゃなくてデプスっていうのも考えてて、あのライブのタイトル、タイトルをで、そこから引用はしてたんですけど、50年ぐらい前の写真のテイストというか、ちょっとこう色褪せてちょっと風化したような感じでやってもらおうかなと思ってて、まあ俺らは50年前生きてないけど、まあ昔があってその積み重ねで今があるから、なんかそれをこう写真で表現できたらなと思って、ちょっとそんな感じでやってみました。今回の、コンセプトはですね、こう丸々自分を思い切って出していくっていう、簡単に言ってしまうと、そういうコンセプトでやろうかなと思って、もう顔のアップでドンとこう素の自分を出せれたなっていう。それぞれが思い描く今、これさっきのエンスも入ってますか。そうですね。そして10年間という時間。おお、以上ですか。やっぱりね、こうやって10年10年ってみんなに、ね、言ってもらえるから、やっぱり考えますよね。10年間どういう感じだったんだろうかなっていうのはやっぱ考えてて、そういう意味では10周年っていう区切りがあった方が、その自分をまた見つけられるからいいかもしれないですよね。ディケイドっていうのに向けて、なんかやっぱりちょっと気持ちは高まってるんですか。まだまだですね。やっぱそれが高まってくるのって、セットリストが揃ってそれに向けて練習し始めてきて、初めてこう、あ、来るなって感じがしてくるんで、今まだ実感できてないですね、現状では。ライブリハ初日、東京では雪が降った。この日から5日間リハーサルが行われる。この歌を大好きだもんなのに終わらないです。ゲームとバッテリーの番組一年したこれからは一人で生きなくちゃ、もう仲間よ。やっぱみんなで合わせると、その当時の何ですか、思い出というかね、あの頃を思い出してやってて楽しかったですけどね。なんか若いっすよね、音が。いや、なんですかね、なんかにじみ出てくるものがあるんでしょうね、きっと。それがあるからいいのかなとは、思うし。まあでも昔の曲はやっぱり曲の構成の仕方とかもやっぱりちょっと分かんなかったから、無駄に忙しいっすよね、やっぱ難しいし。今だったら。ごちゃごちゃしてないとか、もっとこう整えたい、整頓したいなって思っちゃうんですけど、でもそれ
をやってしまうとまた違う曲になっちゃったりみたいな、そういうのがあるんで、もうなんか考えてセットリスト組んで、なんか懐かしいだけのライブじゃないにしたかったし、でかといってやっぱり10年を見せたかったから、こうガゼットがこう10年間やってきてどのぐらいの変化を遂げたかっていうのはちょっと分かりやすいライブなのかなっていう、自分たちもまだ見えてない部分があるから、やってみてどういう気持ちになるのかは楽しみですよね。3月8日、ライブ2日前。会場となる幕張メッセでは、ステージの準備が始まった。3月9日23時17分、ライブ前日の幕張は雨。会場ではルキが最終チェックを行っていた。ブルーがあってもいいのかなっていう。ブルーがあってもいい。これどこですか。3時間の中で何を見せられるのか、ファンは何を見たいと思っているのか。そして当日。The first time to see that, that's so weird. Really, really excited. I come from Mexico just for this concert. Que vengan a España, por favor, que hay muchos fans y les recibiremos. I love you. ベースソロの時もうちょっとドラムください。あ、そっか、あんまり